もうね、繁盛してますね。そうね、人多いね。めちゃめちゃ多いですね。普段の岡山の街に戻ってたっていうか。というわけで始まります。ライトアップ始まりましたね。もうクリスマス近いよね。はい。で、あれですね。もう GoTo イートとかね、券発売しましたね。ああ、そうね。したんですけど、この土曜日になって急遽停止というかいう感じになりましたね。やっぱりこの3連休あるんで、なんかやっぱり政府もやばいと感じて。一時停止になりました。というわけで今日はちょっとこの3連休の初めの初日やね。初日の2日目やね。2日目の、あ、今日土曜日です。そう、土曜日。土曜日、まあ週金曜日入れるとまあ2日目ですね。ということでちょっと今日は、歩いていこうかなと思います。ね、これも後ろが綺麗にライトアップされてます。皆さんこんにちは。今回の巡回エリアは岡山市内で一番盛り上がる本町周辺エリアです。この3連休1日目の土曜日ですが、どのような状態なのか気にしておられる複数の視聴者様の依頼により再び撮影を決行することになりました。岡山駅のニコッとニコ、これがちょっとカニ道楽の前に行こうかなと。ここからが結構ね、繁盛してますね。そうね、人多いね。めちゃめちゃ多いですね。あ、でも結構多いですね。よくね。いいですね。でも飲食店ほとんど満席ですね。うん、ちょうどね。感染のあれに関しては人は歩いてるんじゃないかな。多いですね。多い多い。普段の岡山の街に戻ったっていうか。ですね。だから、まあ3連休だからみんなどっか行くのかなっていう、毎年あるような。確かに。ゴールデンウィーク始まっての。あ、そう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 。でも多分みんなどこも行かないから多い。うん、岡山で過ごして、ね、みたいな。多いですね、めちゃめちゃ、うん、多いね、車も結構渋滞というか、この時間でね、
流れるように入ってきますね。なんかご飯食べた後に。なんか岡山駅前言うたらここかもう一個の通りかやけど、こっちの方が少ない、ね、少ないね、うん、この駅前商店街大体本町がもう鬼多いというか鬼多い。はい、というわけで岡山駅前に来たんですけどね、昨日の金曜日に、イルミネーションが始まったということで、話をね聞いたんですけども、まあ、岡山駅前と後楽園もなんか、後楽園もなんかライトアップ限定でやってるのと、西側緑道公園もライトアップ、まあ、これ毎年ですね。はい、これ後ろこんな感じになってます。はい、ちょっと1台 PC が入ってきてますけど、なんかタクシーのうんちゃんがやらかしたような感じで、うんだね、はい、こんな感じになってます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。すごいですねこれ、ライトアップがなんか年々激しくなってるようなね気がするんですけど、まあ、この桃太郎ももしかしたらこれで最後なのかもしれないし、それは寂しいね。ねえ、ちょっとわからないですけど、もうあそこに使われたらもうちょっと待ちになるよね。はい、というわけでどうですか。いや、なんか思ったよりもやっぱ人のなんだろう行き来が多いですね。めちゃめちゃ多いですね、うん、ハロウィンまでは行かないですけど、まあそうね、みんななんかライトアップ楽しんだりご飯ね、もう飲食店はほぼもう満席に近いですね、ですね、カフェでもいうことでちょっとびっくりですけど、まあね、いうことです。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした。思ったよりも人おったね。いましたね、多いですね。ご飯屋さんも人入っとったし、うん、ですよね。その路地裏関係なしに飲食店は盛り上がってますね、めちゃめちゃ。そうね、多かったね。だから3連休のほぼ初めというか、もうね、うん、明日日曜日月曜日あるんで、そうね、休みなんでね。あれ、あ、暴走族も、ね、暴走族おるね。いや、こういうことなんですよ。そういうことね、やっぱりみなぎるものがあるんですよ。若者もね、やっぱ出たがりで、ね、うん、いいね。ちょっと行きますか。行こうか。ダメですね、すごい疲れた。ちょっと見たかったんですけど、ああ走ったね。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。